地球のみんな、俺の名はゼロ、ウルトラマンゼロだ。今日はみんなにこの俺が体験した不思議な出来事について話そうと思う。俺はそれを体験したことでウルトラ戦士としてまた一歩成長することができたんだ。だからみんなにも体験してほしい。この先、君たちの心は君たちの体を離れ、不思議な時間へと入っていく。さあ、俺と一緒に飛び込もうぜ、無限に広がる宇宙へ。どういうことだ、この世界から色がなくなってしまった。なんだこの音は。なんだこうも立て続けてと気が変になりそうだぜ。夢でも見てんのか。俺はこれは夢ではない。誰だ。ここは時の狭間、お前をここに呼び寄せたのは私だ。ああそうかい、わざわざ招いてくれてありがとうよ。で目的は何だ。まさかパーティーの朝誘いってんじゃねえんだろ。今世界から色がなくなっているのは知っているな。おう。その原因がここにあるのだ。説明してもらおうか。私は時の番人。この時の狭間において過去から未来へと続く歴史を管理するのが私の役目だ。なるほどな。で今回の件とどう関係あるんだ。これまでの歴史が記された本、レジェンドブック。ここから過去の歴史が流れ出してしまったのだ。それが原因だってのか。それをお前に回収してほしい。ああそうかぞ。はあ、なんで俺が。時期にわかる。さあレジェンドブックを開くのだ。そうすれば歴史を再び埋めることができる。仕方ねえな。
今のはウルトラマンの歴史？そうだ。そしてその歴史の断片とお前の記憶が混じり合い、レジェンドブックのページを再び埋めてくれるのだ。ああ、難しい話はよくわかんねえけど、つまりウルトラマンの歴史を覗いていけば世界の色が戻っていくってわけだ。ってことは次のページは、そう、ウルトラセブンのページだ。あ、やっぱり親父の過去を覗くってのはなんかこう、こっぱずかしいな。親父の若い頃か。何がおかしい？
いや、懐かしいな。ふん。なんで二人がここに？私が呼んだのだ。あんたが？なんで？まあいいじゃないか。さあ、せっかく来たんだ。もう少し懐かしい映像を見たいものだな。おいおい、そんな悠長なこと言ってる場合かよ。大丈夫。しゅっ。ウルトラマンジャック、帰ってきたウルトラマンとも呼ばれていたな。俺のウルトラゼロブレスと同じようにジャックのも親父から送られたものだったんだな。ああ、宇宙大怪獣ベムスターに敗れたジャックの手助けになればと思ってな。しかしブレスレットの力だけではジャックが勝つことはできなかっただろう。ジャックの不屈の闘志があればこそブレスレットの力を最大限に生かすことができるのだ。わかるな、ゼロ。ああ、わかるぜ。俺もブレスを使うときは同じような気持ちだったからな。さあ、次はウルトラマンエースの歴史を見てみよう。よし、ふっふっ。
エースは光線技の名手って呼ばれてるんだよな。そうだ。そしてエースは地球人の北斗星人、月の住人である南優子の二人に自らの力を分け与えたのだ。二人に？なんでそんなことしたんだろう。エースが絆を大事にしたかったからだろう。一人ではできないことも、二人で協力することでできることもある。なるほどな。さあ次はウルトラの父とウルトラの母の息子。お、ウルトラマン太郎だな。母が来た、そして太郎が
立つ。タローが戦う。タロー、タロー、タロー。ウルトラマン、タロー。タローは今、ウルトラコロセウムの教官なんだよな。そうだ。そして君の先輩ウルトラマンメビウスの師でもある。はっ、今まで見てきたウルトラ戦士に宇宙警備隊隊長であるゾフィーを加えた6人がウルトラ6兄弟と呼ばれている。ゾフィー隊長か。ゾフィーは我々兄弟を幾度となく助けてきてくれた頼れる長男なのだ。お前も見ておくといい。彼の戦いは非常に参考になる。ん？ところでよ、なんで俺なんだ？他にもウルトラ戦士はたくさんいるだろう。まあ、過去の歴史を覗けるのはある意味面白いけどな。そうか、面白いか。おい、ウルトラマン。失礼。なんかおかしいんだよな。さあ、次はお前の師匠ウルトラマンレオだぞ。そんなにせかすなよ。キラー
レオは俺の師匠だけど、若い頃は親父が教えていたんだろ。ああ、今は立派な戦士に成長してくれた。レオの修行は厳しかったからな。あれも親父譲りだったってわけだ。お前は精神がたるんでいたからな。レオには特に厳しく鍛えてくれるよう頼んでおいたのだ。あ、そう。うん。どうやら失われていた歴史が全て戻ったようだ。それじゃあ、これで終わりみたいだな。ああ、お役に立てて嬉しいよ。は？おいおい、役に立ったのは俺の方だろ。いや、ゼロ、そうじゃないんだ。今回の出来事は全て
お前のために仕組まれたことなんだ。どういうことだよ。意味わかんねえぞ。君にはウルトラマンの歴史を学んでほしかったんだ。ただお前のことだ。机に向かって勉強しろと言っても聞かんだろう。そこで時の番人に協力してもらい、一芝居打ってもらったというわけだ。親父たちに一杯食わされたってわけか。まあ何にせよいい経験ができただろう、ゼロ。まあ尺だけど確かに面白かったよ。今までたくさんのウルトラ戦士がこの宇宙を守ってきたんだな。そしてその歴史があるからこそ今の平和がある。俺も負けてらんねえな。少しは成長したな、ゼロ。うるせえ。さて、そろそろ帰ろうぜ。なんだか疲れちまった。そうだな。それでは時の番人、世話になりました。いや、またいつでも来てくれ。歓迎するよ。もう来ねえよ。まったく。じゃあな。さて、どうやらうまくいったようじゃな。ゼロの心にもウルトラ戦士の魂が刻まれたことじゃろう。どれ、レジェンドブックにゼロの歴史も記しておくとするかの。君がそこに
寂しくてもきっと君の時が来るさ。そっと耳を澄ませて聞いてほしい。だったかな。ウルトラ戦士には長い歴史があるんだ。悔しいけどやっぱり先輩たちはすげえよな。みんなもお父さんやお母さんに昔のことを聞いてみるといい。意外なことが分かって面白いかもしれないぜ。よし、俺の話はこれでおしまいだ。またどこかで会えるのを楽しみにしているぜ。それじゃまたな。